はいどうも、白コリです。コンコリー。もうアストレイ続きを遊んでいきます。今が第2章、地表のエリア6ですね。やっていきましょう。はい。ここからなんか危険な感じがするって言ってませんでしたっけ？上に、やばい！あれ、一番危険な。え？やばい！あ、もちゃんの顔がしょんぼり。しょんぼりもちゃん。やばい、ここに閉じ込められた。あー、回転する系これ。巨大なレールと機械。ここは一体なんでこんなものあるんですか、宇宙艦に。これは回転しそうですよね。もちゃんの顔が落ちてる。あいつら私たちをどこへ連れていくつもりなんだろう。もう怖がらないで、必ず逃げ出す方法があるから。本当に？めっちゃ何かされてる。信じられない。やばここに砲台まで作ったの？そんなに知能あるんだ。え、どういうことこれ。何？何すんの？ちょっと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 、やべえ、ちょっと無駄に動いちゃった。はい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 、よいしょ。あ、ここに、そこに行くとレーザーで対抗できてる。ここ。おお。太鼓できてるの？危ない。よいしょ、よいしょ、よいしょ。これね、必死。必死すぎる。ここ。こう。こう。おお、こう。いい感じ？よいしょ。こう。こう。こう。それを、あ、攻撃受けちゃった。あー、やばい！最初から？マジ？やばいっすね。よいしょ。マジか。これは常に精密な動き求められるじゃん。回転するってのがね、またやらしいっすよね。ここ。はい。おい。おい。やばい、めっちゃやばいダメージはまあ受けても最悪いいとして、周りのトゲに当たらないように。うわむずいむずい。よいしょ。なんてもん作るんだね。レーザーで対抗したいけどさ。なあ、ダメージ受けると下に落っこちちゃうこともあるわけか。それはよいしょ。なんだろう、4回ぐらい当てれば OK。 なんか一番最初が一番慎重だった気がするな。お、これでちょっとなんか変わった？回転が？なんだそれ。あ！おお、足場が少なくなった。やばい。今自分のいる矢印が見えてなかった。これで、
回転がやばい。めっちゃちょっと速くなってない？回転やばい、やばいしか言えないここはい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 、あーやばい、 OK。 次はそれが壊される、それが壊される。はい、あとはタイミングの問題になりますね。はい、 OK OK。 あーやばい、これどっから、こっから、マジやばすぎなんだけど、やばすぎなんですけど、動揺したわ。次がちょっと一旦待って、一旦待って、ここら辺で、はい、 OK OK OK。 これで、これで出た、ほい、 OK、 なんとかなった。もうまだ終わってない、もうここでセーブされてほしいんですけど、さすがにセーブされるよね。ちょっと手汗がやばい、手汗がマジやばい。なんか首ぶら下がってない？何それ、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 早い回転が、待ってちょっと待って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 、いやここでセーブされてたけど、はいはい、やばい、ちょっと待って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 これ向こう側まで行かなきゃいけないってことよね。はいはい、ここで結構ギリギリで、おいしょおいしょ、はい、でここは待つ、待ち待ち、反対回転になる、反対回転、はい、でここも待つ、無理しない無理しない、こうして、はい、ぼーっとしない、あと1回ですよ、あと1回、よいしょ、ほい、あと1回だったのに、ここら辺だよな。レーザーやっぱ長く当てた方がいいんですよね、長く当てた方がいいんだよね。はい、下行く、あ、やったぞ。これからどうなる、ダメだ、ここはすぐに崩れるなあ。これは壁に気をつけて、あ、待って待って、これ私何かすんの普通にムービーかと思っちゃったよ。モーが宙に浮いた時に、今は操作できないもんね、壁に気をつけてって言って、モーが宙に、え、回転早い回転が速くてちょっとタイミングがつかめませんね。宙に浮いてる時は若干ゆっくりになってる気がするけど、ここで、はい、ここでまた反対側にぶつかる、もう輪軸がバラバラになりそう。このままじゃこっちもバラバラになってしまう。バラバラになるときに穴ができるから、そこから逃げよう。これが唯一のチャンスだよ。バラバラになるときに穴ができるから、読んでたら見えなかったバラバラになるときに穴ができる、穴ができるですって。ちょっと文字読んでたからさ、文字読んでたからちょっと待って、ちょっと右側、ちょっと右側にしよう。これで落ちて、壁に気をつけて、ちょっと右で、次は穴ができる、穴ができるのはちょっとよくわかんないんですけど、タイミングを、はい、バラバラになっちゃう、
穴ができる、穴ができる、穴ができどこ穴が見えないんですけど、ねえ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 、穴が見えない。来るぞ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 、穴はどこだ。まず穴を探そう。わかんないわかんないんだけど、穴どこ。これさっき気づいたんですけど、足場に行くのではないかなって。そうだよね、まだ穴開いてなかったわまあ穴に行くのかと思ってたよ。2回目の攻撃、なになになに、なに、あ、これで出るんだ、なるほど。はい、第2章クリア。過去の出来事を見ます。なんて読むんでしょうね。アフターショック、アラームが鳴ってる。ゲホゲホ、ダメージレポート。これ前回何か実験始めたんでしたっけ。報告します。船体鋼板のダメージ 37%、 A09 から17、 C38 から415キャビンにダメージが集中。すでに緊急閉鎖をしています。急げ消火器を。医療班はまだか。足が。艦長、護衛艦転送、緊急通信を要求しています。モニターに映せ。心残号、聞こえたら応答。グリーンベル、我々艦隊結合部に大きなダメージ、半数以上の乗組員死亡。今すぐ全員退避。繰り返す。全員退避。新山号準備を。爆発しちゃった？アマテラス号。なんかいくつかね、船がなくなっちゃったって言ってましたもんね。艦長、天照号との通信断絶。アマテラス号か。アマテラスか、これ。なんとか号は船体に 77% にダメージ。後方に続く残りの船体はすでに交戦協定に基づき、E 救急集結を実施。現状、安全距離まで上昇完了です。動力室、エネルギーの漏洩がないか今すぐ確認を。エプロンは脱出用船の収容準備を。それ見たことか。君たちは何かいいことをした試しがあるのかね。今は、そんなことを言っている暇はない。ハーパー、聞こえるか？ ELF 生命体の回収は順調か？お、コントロールはギリギリできました。すでに収容班に活性の抑圧を要請しました。主任、データがまた不安定になっています。くそ。すぐに隔離馬力を増やす。ハーパー、ハーパー。こんなに危険なものをまだコントロールするっていうのか。どうしてこんな時に限って。こんなミスが発生するんだ。艦長、こちら中央制御室です。セキュリティ通信を要求します。どうした？こんな事態だというのに、それ以上に何か重要なことがあるのか？わかった、言ってくれ。先ほど、重力の大幅変動があった際、全艦をスキャンし直しました。何か他に見つかったのか？今すぐメンテナンス班を送ろうか。艦船の損傷など大したことではありません。我々の艦隊全体とこの星ですが、すでに元の時空から外れています。元の時空から外れてる？星か。星に着陸してたんだ。あれは原住民か。時空？また不思議な場所に来た。もっちゃんがなんかどことなくしょんぼりしてない？寒い。湿っぽい。どれくらい経ったんだろう。どうして、どうして私をこんな姿に。苦しい、すごく痛い。あの女の人か。全部奴らが。憎い、
にくいにくい。おお、生きてた。チャプター3、ザ・モンスターズ。